ジョンさん、おそらく目の前でこの本田のシュートをご覧になったと思いますが、そうですね、もう無回転で、ボールが重いっていう感じですよね、はい、ゴールキーパーもやっぱり打たれた瞬間にね、はい、結構倒れ込むようになってしまったので、これ、ある意味、相手がやっぱどんどんやっぱ狙うミドルをもうちょっと狙っていってもいいのかなと、そして相手のミスを誘ってもいいのかなと思いますね。改めて津波さん、そのミドルシュートの有効性というものを感じる今のシュートでしたね。そうですね、